定コースを定刻通り通過。ブリッジから船長へ。船長？ブリッジからボス。これだ。地球から緊急通信です。分かった。こっちに転送してくれ。了解。できた。お、その怪獣なら知ってる。当ててみようか。ベギラだろ。違いますよ、チャンドラーです。よく見てください。ペギラの場合はですね、まずこの大腿骨が。おっと、怪獣の抗議なら遠慮するよ。この前なんか角一本に2時間も付き合わされたからな。興味湧きませんか。ああ、地球では50年前に怪獣は絶滅してるんです。一匹残らずですよ。今となってはシーゴラスの角は大変貴重なんです。わからん。大学で怪獣学を専攻するようなやつの思考回路は。クモの大きい地球ブリッジ集まれ。どうしました副長。ボス揃ったな。エンドラゴンはコースを変更し、今すぐ惑星ボリスへ向かう。惑星ボリス。ザップの開拓惑星では地球から一番遠く離れた惑星よ。ですがボリスの物資輸送は宇宙船シャムロックの担当では。これは通常任務ではない。ボリスとの長距離通信が途絶えたため調査に向かえというザップ本部からの依頼だ。シャムロックは地球基地でオーバーホール中のため、惑星ボリスに一番近い我々ペンドラゴンに白羽の矢が立ったというわけだ。いや、近いと言ったって。最大速度で向かっても1週間の距離ですよ。輸送中の貨物はどうします。惑星アボルへ届ける予定の。我々の代わりに宇宙船トリスタンが輸送を引き継ぐ。まずはカーゴからコンテナを分離するぞ。了解。了解。惑星ボリスへ変更。了解。コース変更しました。最大速度で発進。広がる宇宙の彼方、どれだけの命が生きてるのだろう。過去と未来が今交わるところ、僕らは誰なのか、どこへ行くのか。君の心の奥に答えはあるはずさ。惑星ボリスの捕捉領域に接近。うん、オキ、モニターに映してくれ。はい。でかい惑星ですね。
地球の約3倍だからな。こちら宇宙船スペースペンドラゴン、惑星ボリス中央管制センター応答せよ。中央管制センター応答せよ。応答がないわね。大気や重力、その他惑星の環境コントロールに異常は認められません。人工太陽も正常です。地上で一体何があったんですかね。着陸準備だ。首都のベラルゴシティへ向かうぞ。了解。大気圏に突入しました。どうした。正体不明の干渉エネルギーです。干渉エネルギーだと。一種の時空エネルギーのようです。熊野、被害状況は。ボス、ペンドラゴンはかなり重傷です。メインおよび右舷エンジンも破損、エネルギーコアも深刻なダメージを受けています。宇宙を歩か、空に飛び上がることなんてできませんよ。修理は可能か。やるしかないでしょう。あ、そうだ、ドラゴンスピーダーの方は2機とも無傷です。分かった、続けてくれ。了解。ボス、先ほど救難信号を送信しました。地球へは数日で届くはずです。でも救援隊に到着となると1ヶ月は先だな。辺境の惑星ですからね。ここから一番近いコロニーは第27採掘基地があります。先ほど更新を試みましたが何の音もありません。よし、我々でこの星を調査しよう。まずその採掘基地に行ってみよう。念のためトライガンナーを携帯する。何があるか分からんからな。輸送船のパイロットになって初めてよ、武器なんて携帯するの。僕なんて初の宇宙勤務ですよ副長。ちゃんと撃てるかな。あくまでご信用だ。よし、行くぞ。了解。ドラゴンスピーダーアルファ、テイクオフ。ドラゴンスピーダーベータ、テイクオフ。大地震か何かの後みたいですね。この分じゃ生存者は絶望的じゃないですか。手分けして捜索しよう。着陸だ。半径100メートル以内に人間の生命反応はないわ。やはりそうですよ。ボリスは惑星規模の大地震に見舞われたんです。ペンドラゴンを襲った干渉エネルギーと何か関係があるのかしら。さあ
どうでしょうね。ボス、今の聞いたか。はい、何か獣が吠えるような。待ってください、今の方向は確か。まさか。怪獣たちなのか。これは貴重な発見です。絶滅した地球の怪獣とこんなところで出会えるなんて。でもどうして。もう星はザップが開拓するまで生物の存在しない死の星だったはず。レッドキングです。怪獣の中でも一番凶暴なやつです。見てるところを一目見たかったな。そうか、他の怪獣にやられて攻撃用の冷凍液が体内に流れ出して自分で凍結してしまったんだな。人間の生命反応
助からないというのか。おそらく全身の傷と凍傷がひどく、生命反応は著しく低下してます。彼の身元は？身元の分かるものは何も。認識表でもあればデータバンクから一発なんですが。あの青年だけが今は唯一の手がかりなんだが。レッドキングだ。採掘基地にいた怪獣です。レッドキングが僕ら追ってきたんです。船を破壊されたら最後だ。対アステロイド砲およびワイバーミサイルスタンバイ。了解。攻撃開始。操ってるのか。Ah!
角からの超振動波で地中を掘削するんですが、あんな攻撃砲があったなんてな。彼は一体何者なんだ。それは宇宙で輝く、夢中で見つめてひらめく、リリリ愛のバカンス、それそれ今夜ロマンス。流れる風に誰もが皆あの頃と同じ気持ちを思い出して、君と通じ合って目と目が合って、どこまでも行けると思う君の瞳映る僕。吹き抜ける風を全身で感じ、身を下ろす景色はファンタスティック、ファンタスティック。Jump on in the wall, jumping, jumping, jump。大空羽ばたいて、jumping, jumping, jumping。いつまでも、never ever give up。あのヒーローのように。今日の怪獣はこれ、古代怪獣ゴモラ。強靭な手足と長い尻尾での攻撃は破壊力抜群です。今日のポイントは何といってもこの角から出る超振動波を攻撃に生かしたこと。そうなんだ。いや怪獣は奥が深いです。あ、これからクマさんにも怪獣の世界にじっくり付き合ってもらいますからね。俺も。じゃ、まったね。この星で何があった。君は何者だ。ボス、リトラです。なんだあれは。ジュランの毒化軍だ。このままだと船は大爆発しますよ。なんですって。我々を信じろ。俺には関係ない。俺のターゲットは怪獣だけだ。我々はお前の力が必要だ。怪獣と戦う力。奴が邪魔でスピーダーに近づけません。エレスドンだ。あれは